母親なんて言わせない。ぜひね、よかったら見ていただけたら嬉しいなって思います。 DMM でね、見ていただけたら嬉しいです。本当に、まあ、聖なる夜にね、あの起こった奇跡でございましたけど。そうなんですよ、はあ、よかったらぜひね、あの見ていただけたら嬉しいなって思います。うん、悪さしないに、しないよ。するわけ。しないわ。はい、言うてめちゃくちゃ離れてるわけじゃないと思う。本当ですか？本当に？どれぐらいが離れてるって思うんだろうね。なんか前にもこの話したことあるような気がする。いいユニットだなと思った。本当ですか？ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。風景の中、買い物から帰ってきました。大丈夫ですか？大丈夫ですか？あ、声の相性よかった。あ、なんかそれ、なんか歌ってて私思ったんですよね。なんか私がちょっとこう、なんかこう下の声な感じで、あおちゃんがちょっと高めの声だから、なんかそう、わかる。なんか聞いてて、あ、なんか歌ってて、あ、いい感じかもしれないと思いながら私も歌ってました。なんか一体感ありましたよね。わかります、わかります。なんか歌って踊ってて思いました。ありがとうございます。一桁差で何言ってんのって感じですか。ありがとうございますね、そう言ってくださってありがとうございます。嬉しい、同級生に見ました。本当に？嘘でしょ。本当に？あおちゃんと同級生ってことは私 JK に見えるってことだけど、いいですか？ JK っていうことでいいですか？大丈夫？大丈夫ですか？JK っていうことで大丈夫でしょうかね。うん、大丈夫かな。ということで、そうですね、なんかそのクリスマスということでね、クリスマスということでっていうか、まあ、昨日もね、そのあのストーリーのやつで話させていただいたんですけど、そうね、どうしよう、何しよう。何をしようかなと思ってて、うん、何をお話ししようかなと、いいかな、こちらを昨日募集したやつをお話ししてもいいんですかね。一生 JK で OK、 本当、あ、ラスト JK ね、 JK でしたか。5本って咳払いしないでもろて。メロンジュースが印象に残ってる、ありがとうございますね。そう、嬉しかった。そう、夏なのに、あ、ごめん、すごい、ごめん、ネタバレしちゃうんですけど、これから見る方はちょっとあの画面をそっと注意してくださったら嬉しいんですけど、あの DMM ね、そう、あの見てくださる方は、そう、あのメロンジュース、そう、なんだっけ、メロンジュース、ルルルルルルじゃない、夏曲メロディーの時に、そう、私3曲参加させていただいて、エブリデイカチューシャ、そう、パレオはエメラルドになってから、私パレオは参加してなくて、その後に、メロンジュースを参加させていただいて、その後にシャーベットピンクを歌わせていただきましたね。激しかったよね、めっちゃ頭ってたよね、もう前髪とかなんかこんななっちゃって。もうそうこうなっちゃって、そうなんですよ、もうヘドバンしてた。多分あの年長の割には頑張ってたと思います。年長、あ、そうですね、あゆ太郎とセンターで合ってるかな、そう、センターダブルセンターですよね、あの曲ってね、ダブルセンターですよね、そう、ダブルセンターをやらせていただいたんですよ、ちょっとあゆ太郎っていうね。頭振りすぎて心配なんだ。確かに私あんま激しい曲っていうイメージはないですよね。でもすごく楽しかったです。多分なんかリハーサルの時とかも、まあ、頭振ってたんですけど、一番本番が頭振ってた気がする。うん、あんな激しく揺れるマリちゃん見たことない。本当ですか、本当ですか、ね、ありがとうございます。そう今日ね、そうカラオケ配信もしたいなと思ってて、ちょっとお茶飲みますね。最近このお茶すっごい好きなんですよ。このお茶がすごく好きです、最近。そう、これこればっかり飲んでる。そう、あ、だしまめるさんの方をやらせていただきました。うん、そう、友永さんがあゆかな、あゆでした。メルクリです。そう、イエモンさんのやつのこのシリーズがすごく好きです。美味しいですね、好きなように配信って、ね、ありがとうございますね。なんか どうやっては時間を分けようかなと思って、今日2時間配信したいなと思ってて、いいですか、ちょっと皆さんのクリスマスを奪ってしまうんですけども、いいですかね。いいですかね。メロンジュースってあんまりなかなか
飲んだことないかな、あれかな、カフェでなんかクリームソーダを飲んだぐらい。でもそれってメロンジュースかな。うん、ちょうどいい。本当ありがとうございます。サンタに PSP はもらった。あれ、あ、そう、お母さん、そう、私のなんだっけ、そう、クリスマスの思い出がね、そのゲーム機を頼んだら違う、そう、なんかお菓子作りのやつが届いたんですよ。それですごい怒ったんですけど、なんかいつだっけ、 PSP が欲しかったんだけど、確かその後にね買ってもらったんですよね。そこからあの私のところにはサンタさんが来なくなったんですけど、あ、そう、お母さんのストーリーに載ってたやつですめっちゃなんか欲しかったものが来なかった時はもう本当にすっごい怒ってましたね。そう、最後にそう来なくなっちゃった、10歳で来なくなっちゃったかな。そう、サンタに怒っちゃった。そう、怒っちゃいましたね。怒ったら消えちゃったサンタサンタに怒ったらサンタさん消えちゃうので、皆さんサンタには怒らない方がいいですね。多分サンタはずっと信じてたら、信じてたらっていうか、まあいると思うんです。いますよ、いますけど、いますけど、きっとなんかサンタさんにお願いし続けたらきっと来ると思うのでサンタさんすねちゃう。そうそうそうなんですよ、うん。サンタが来なくても、サンタが来なくても欲しいプレゼントがもらえるなんて羨ましい。いや、なんかすっごいダダこねたんですよね。めっちゃダダこねた。そう、私のお家ってなんだろう、めっちゃダダこねると買ってくれるんですよそう、甘やかしてくれたので、そう、そこの部分はダダこねたら、そう、買ってくれるんですよ。あ、もううるさいうるさいって感じで買ってくれるんですよねそう、お父さんとお母さんがね。そう、だから本当に申し訳ない娘だったなって思います。うんラストになるぐらいだから、すごい、そう、多分そうだね。結構なんか自分では思い、なんかもう本当に遠い昔の記憶すぎて、10歳でしょ、まあ、16年前か、16年前だからさ、もう記憶がないんですけど、多分すっごい相当怒ったなと思うですよね。お兄ちゃんは、お兄ちゃん何頼んだんだろうね。お兄ちゃん何頼んだかな、なんだろうね。お兄ちゃんもまあでもゲームとか頼んでたのかな、頼んでたかな。うん、ダダこねてる動画とかないかしら。ないです、さすがにダダこねてるところビデオ撮ってたら、ちょっと私多分ダダこねるので逆にやめると思うあおちゃんが生まれた頃か、あおちゃんが生まれた頃、あれ、そう、あ、15年前だからまだあおちゃん、あ、生まれてるか、生まれてるね。あおちゃん2歳ですね、15年前はね、2歳ですね。うん、あおちゃん生まれてる2歳です。赤ちゃんでしたね赤ちゃんです、赤ちゃんでしたね。そうかもしれない。うん、サンタの代わりは来なかったの、来なかったかな。うん、まあクリスマスプレゼント買ってもらうっていうのはうちなくったかな、ないかも。なんか、あ、でもあったかな、買ってもらったかな、クリスマスプレゼント。なんかおばあちゃんとおじいちゃんには買ってもらったんですけど、お父さんお母さんからっていうのはなかったかな、それ以降。なんかね、私お父さんとお母さんからお年玉もらわないんですよ。そう、お年玉なくって、うち、そう、結構さ、たまにいらっしゃるじゃないですか、両親からお年玉もらうっていうご家庭もある方もいらっしゃるじゃないですか。うちお年玉なくって、そう、いとこのお母さんからとか、おじいちゃんおばあちゃんからなんですけど、え、親からない、え、ないんですよ。え、皆さんありました、両親からとか。ありました、なんかずっとなかったんだよね、私。そう、親戚だけでしたね。本当？お母さんからもらえる、あ、うちもなかったですよ。なんかお母さんとお父さんないんですよね。あ、もちろんない。本当？あった？もらってました？あ、うちも両親からなかった。なんだろうね、このんー、あったりなかったりなんだろうね。あ、サンタ制度がなかったんだ。え、ってことはもううちにはサンタは来ませんって言われたってこと？ちょっとありました？両親からはなかったです。ですよね、私もない家だったんですよね。うん、サンタは来るけどお年玉は来なかったのか。来なかったですね。うん、そのパターンですね。そうかな、そうなんですよ。そっか、親戚のみでした。一緒か、親からだけだった。あ、逆にね、そうなんだね。そっかそっか、お年玉も全部募集されあ、たまにいますよね、なんかこうお年玉をなんか貯金にしなさいみたいな感じでいらっしゃる方とかもいらっしゃいますもんね。そっか、結構お年玉もらってたら
結構よくパーッと使っちゃってたかな。うん、貯金すると言われて取られました。あ、取られちゃうんだね。なるほど。マリナにもらう予定。ん、どういうこと。ん、ん、どういうことかな。確かに募集されて。本当、あ、お年玉使っとくってちょっとね、そうだよね、罠っぽい感じ。本当に貯金してくれてるのかなって思うよね。ね、思いますよね。そう、ということでちょっとあの皆さんからねいただいたそうお話も読みつつ、あのこうお話ししつつ、なんだっけ、なんかこういろいろとクリスマスについて語って、その後にあのクリスマスの歌とかを、クリスマスの歌って入ってるのかな、入ってるかな、入ってるかな、ちょっと後で調べますね。そう、あのまた後で歌いたいなって思いますね。うん、ありがとうございます、ありがとうございます。2部制、そう今日はね、そう2時間配信なので、よかったらぜひね、皆さんあのよかったらぜひね見ていっていただけたら嬉しいなって思います。クリスマスのリア充の話ですか。うん、リア充の話もいっぱいあるのかなと思うけど、なんかあるのかなと思ったんですよ。結構でもこう切ない話の方がそうね、あるかな。結構ねそれ聞いちゃうっていうことだったりとか、何にもないっていう方とかも多かったんですよね。そう、昨日のさ、なんかそのポエムで何もない何もない何もないっていう方とかもいらっしゃってて、そういらっしゃっててね、そうちょっとね、じゃあこれからまたお話できたらいいなって思います。ひろしさん、昨日のね、ひろしさんね、うんですね、悲しいお話していけたらいいなと思っております。リア充の時厳しいなもん。いや厳しいわけじゃないよ、うん、厳しいわけじゃない何もないから送って。本当ですか、本当に小さい頃の思い出とかどうですかね。よかったらあのね、今ちょっとあの24時間でストーリーが消えてしまってるので、よかったら皆さんもね、そうコメントに、そうクリスマスの思い出とか、何かこうクリスマスのあの何かありましたらぜひお待ちしておりますね。今日のあの公演の感想でも OK です。はい、 OK です。当たりが強い、顔が怖いだけ、そう顔がちょっとこわばっちゃうだけかな、うん、怖くなっちゃうだけかな。本当に何もないです。本当に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 ないですか。本当にいい思い出ないですね。本当いい思い出ないんですか。あ、カレンダー届いたよ、ありがとうございますね。そう皆さんのねツイッターとあのメールの返信読んだらね、そうすごいあのが長いね、カレンダーね届いたよって言ってくださる方、報告してくださる方が多くて嬉しかったです。ありがとうございますね、ありがとうございます、ありがとうございますね。リア充って何ですか。あ、リア充ってなんだろうね、ちょっと待って、リア充とはって調べるねリア充とは、あ、リア銃が銃になっちゃった鉄砲の銃になっちゃったちょっとリア充ってさ、リア充って打とうとしたらリアがさカタカナで銃が銃になっちゃった。あ、でもリア充とはリアル括弧現実の生活が充実している人のことを指すネットスラングのことだって。え、なんかね、あ、武器になっちゃった振っちゃうかもだって、え、ってことは別になんかカップルっていうわけではないんだよね。なんかそのなんだろう、リアルを充実してるんだったらもう皆さんのことじゃないね。そうだよね、そうじゃないですか。うんね、リア充っていうのは彼女とか彼氏さんっていうことではないですよある意味今が充実してるからいいかな。いや、そうだよそうだよ、今いい、充実してると思いますよ。私もね本当にアイドルをやらせていただいて、こうやってさクリスマスね、こうやって皆さんと応援してくださる皆さんとね一緒に過ごさせていただいたりとか、26歳になってこうやってねサンタコスとかね、あのトナカイのなんだろうな、あのコスプレなのかなとかさせていただいてるので、きっとね本当に私が普通の一般の26歳の女の子だったら、なんだろうな、絶対クリスマスの格好とかしてないと思うんですよね。うん、リア充ならスナイパーこう狙っちゃうですよね。だからこうやって毎年毎年ね、あのサンタコスをさせていただけたりとか、本当に
サンタになれるのは応援してくださる皆さんのおかげなのでありがとうございますね。マリちゃんがいるから平気だもん。いや、なんで泣くのちょっとマリちゃんがいるから平気だもんに、なんかマリちゃんでいっかみたいなそういうことではないそういうことではないですか。はい、ちょっとなんで涙なんだろうと思っちゃった。アイドルならではですね、本当にそう、アイドルならではです。きっとね、サンタの格好なんてしたかったし、そう、丸の内でパーティー行ってんじゃん OL だったら。OL さんだったらそうだったのかな、何してたんだろうねって思いますね。今年は散々な日々です。どうしたんですか何があったんですか。毎年マリちゃんサンタにありがとうございますね。そう、嬉しいです。そう、マリナサンタが可愛いよとかって言ってくれて嬉しいですありがとうございます。涙は削除します。削除してくださいありがとうございます。やっぱ婚活パーティーしかね クルーズ船で、パーティーして、そのもうバチェラーじゃないですかもうバチェラーだよこれは。もうバチェラーになっちゃうからね。明日誕生日です。あ、おめでとうございます。クリスマスの日に次の日お誕生日なんですね。その場合って2回ケーキ食べれるんですか。いいな、いいですね。クリスマスあってお誕生日やってて、すごい幸せいっぱいな2日間になりそうですね。おめでとうございますね。そう、おめでとうございます。パチ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 、おめでとうございます。すごいね、みんなもね、いつもねおめでとうございますって言ってくれる配信なので、皆さん遠慮なく、明日あ誕生日なんですって方だったりとか、あの今日誕生日なんですって方もいらっしゃったら、あ、クルーズ船か、ごめんな、クルーズ船って呼んでたもうごめんなさい、私はもうあれですね、クルーズ船を乗る権利すらなさそうですね。はい、おめでとうございますね。ありがとうございますね。おめでとうございます。おめでとうございます。あ、一緒にされちゃうパターン、一緒にされちゃうパターンなのかなね。でも誕生日はさ、まあ、クリスマスもね年に一度だけど、誕生日もね年に一度だから、どうなんだろう、一緒にされちゃうのかな。あ、私はお正月にまとめられた。あ、そうなんだ、そうなんですね。そっか、私のお兄ちゃんが1月4日お誕生日なんですけど、お正月と、まあでも3日ぐらい空くからあれなのかなね。そう、お誕生日だったんですよね。3ヶ月後誕生日です。あ、おめでとうございますね3ヶ月後すごいな、新しいパターンですね。数ヶ月後ですってね。お正月なんだ、あ、そっか、誕生日は、あ、同じ日なんだね。もう、いや、そうなんだね。そっかそっかそっか、日付が近いとまとめられちゃう。ある、本当、お兄さんと1日違いですか。あ、私の、本当1月なんですね。おめでとうございますね、皆さんお誕生日の方。じゃあ今日もね読んでいきたいと思います。いいですかねお兄さん、そろそろお兄さんに彼女できたかな。できてないですできてないですね。そうできてないです。そう、お兄ちゃん、なんかお兄ちゃんのお話があって、なんかね、お母さんにネックレスを買ってくれたんだって。 お母さんにね、お兄ちゃんが、で、なんかそう、なんでネックレス買ってくれたんだろうってお母さん思って聞いたら、そう、なんかその知り合いの知り合いの方が働いてるそのアクセサリー屋さんみたいなところがあって、なんか前に1回行ったことがあって、で、久しぶりに1年以上ぐらいに行ったんですよ。そしたらその方が私のお兄ちゃんのことを覚えててくれてて、それでお兄ちゃんは釣られてしまいまして、ネックレスを買ったということですなんかこう覚えててくれたことがすごく嬉しかったみたいで、そう、ネックレスを、そう、買ったんですよねそう、ちょっとちょろいお兄ちゃんでございましたちょろ兄です嬉しくなっちゃった。そう、嬉しく思ったみたいです。そうちょろいお兄ちゃんでございます、私のお兄ちゃん。アイドルと同じですか。それは言っちゃダメわかる、本当接客テクニック
ックなのか、そうなのかな、ちょっとねちょろい兄でございました。認知されたら嬉しい、本当ですか、嬉しい、嬉しいのか、まんまと作に。ちょちょちょ、それは内緒で、内緒でお願いします。いや買うでしょ、本当買いますか。でもまあでも思いますよね、なんか今日もその全然違う話になっちゃうんですけど、3グラム先生、うん、なんか2グラム先生かな、3グラムお兄、3グラムお兄さんか、ごめん、2グラム先生のことかと思っちゃった。そう、気持ちは分からなくない、綺麗だったのかな、ちょっとねその店員さんのことについては聞かなかったんですけど、そうなんだっけな、そうでも思った、今日そのリハを見てたんですよ、リハを見てて、でね、そうメンバー、そう前の方の席で見てたんですよね、私今日リハで、でメンバーが踊ってて歌ってたりしてて、そうやっぱりレス来るとやっぱ嬉しいですよね。それは思う、それはすごく思います。でもやっぱりこう覚えていただけるっていうことに関しても嬉しいですか、皆さんどう、嬉しいですか。うちらも認知されて釣られてるから同じだな、本当に釣られてますか。それはそう、なんかレスとかすごく嬉しいなって思うんですけど、あ本当覚えててくれてるって、認知って嬉しいですか、本当、超嬉しい、嬉しい、レスも嬉しいでもね、レスもすごく嬉しいよね、そう、あそうなんだ、天に昇る気分、大丈夫、昇らないで、まだ早いな。忘れられなくなるくらい嬉しい、本当、ちょっと待って、このレスとどっちが、どっちだ、認知の、認知かな、みんなに嬉しいのがどっちだろう、認知の話、もちろん嬉しい、本当覚えててくれたらとっても嬉しい、でも私もうコメントしてくださる方のことはあの全部全部ほとんどの方覚えてるんですよね、うん覚えてますね、認知されるの嬉しい、本当、レスも覚えてくれるのも嬉しい、名前なんか呼ばれた日には押し始める。本当に、あらすごい、逆に言っちゃえば覚えてもらえちゃったらちょっと押しちゃうかもみたいなところあります、正直ちょっとクリスマスだから聞きます、あクリスマスだから関係ないよ。関係ないけど、ぶっちゃけあのどうですか、認知っていうか、なんかぶっちゃけね、そのこの子の他の推しメンがいて、例えばね他の推しメンがいて、でもその劇場とかのお見送りだったりとかで、なんかこう握手会とかおしゃべり会とかでなんかちょっと通ってたりとかして、その時になんか覚えられたりとかしたら、おっって思います、あ押すきっかけにはなりますか、たまに忘れてほしいこともある、何何何。お礼がしたくなる、あ逆に覚えててくれてありがとねって、あご挨拶はしに行く、なるほど、あ基本は認知されないと思ってるから、あそうなんだね、その人による、どういうことだろう、あそれはない、でもゆうちゃんならどういうことあるじゃん。ねそれはないなとか言って、でもゆうちゃんならってあるじゃん。めちゃくちゃあるじゃん、ゆらゆらする、おっとはなる、あそうなんだね、推しメンのレベルにもか、なるほどね、結構じゃ まあ例えば気になってたなだったら多分覚えられたりとか名前呼ばれたりしたらもう推しメンになるのかな、ね、でも全くじゃあ例えばじゃあもう一回質問しますね、例えばじゃあ全くなんかそのなんだろう興味がなかった場合、例えばなんだろうなこう興味がなくて他の推しメンがいて、ね、でもその興味がなかった子から〇〇さんって覚えられたりとか、あいつも来てくださる方だって、あーとかって言われたらどんな気持ちですか。どう思うんだろう、その場合は嬉しいとか、あちょっと行ってみようかなって思ったりするのか、あ記憶力がいいんだなって思うかな、あーなるほどね、なるほどね、最初は好きなメンバー、あまだ推しじゃなくて好きっていう感じね、うんうんってなる。正直ですね。めっちゃ正直じゃない、おおんって嬉しいマックス。もうすごい、これはもう押しちゃうじゃん。嬉しいは嬉しいけど、逆にあ押すとは別の話なんだね、もうやばいってなっちゃう、嬉しいは嬉しいけどちょっとつられる、うわどっちなんだ、あどうもってなる、嘘でもそこまでって感じ、ちょっとアンケート取ろうかな、じゃあもう一回いきますね、じゃあ例えばそのもう一回言うんですけど、気になる推しメンとかじゃなくて、気になる推しメン、気になるアイドルとかじゃなくて、そうアイドルの一押しがいて、でもそのなんか興味なかった子からアイドルから〇〇さんとか名前覚えられたり、あーってなんかこう顔覚えられたりしたら釣られるタイプですか、
それとも釣られないタイプですか？どうぞ。1が釣られるタイプ、2が釣られないタイプかな。オスとは違う、オスとは違う。あ、話が続かない。あ、そっか、こう内容がないってことね。なるほど。ネックレス買っちゃうぐらいの気持ちになる。あー、なるほどね。じゃあ握手券、おしゃべり会買っちゃうみたいな感じ。あ、なんで知ってるのってなる。あ、逆にね。そっかそっか、なるほど。キャー、アイドル楽しいってなる。本当？いやでもそうだよね、確かに。自分が結婚の立場だったら私は1かもしれない。え、こう私のことを覚えてくれたんだってなるかもしれない。だからなんかだんだんこの子のことを知りたいなって思うタイプだから、私は釣られちゃうタイプかなって思う。あ、気になる存在になる。ほんと釣られそうになる。単細胞だからおっしゃ。単純ですね。そっか。まあ嫌な人はいないですよね。覚えてもらったりとか、顔をね、あの名前とかも顔も覚えていただいたらね。次をうち、次、次、うちを作ろうと。それおしめに見られたら怒られるやつですよ。こっちまるまんちゃん、こっち違う子みたいなパターンね、今日いっぱいいましたわ。あ、おしめんと仲いい子なら、あー、なるほどね、そういうことね、そういうことね。一途ならいかない。もう絶対俺はこの子だって決まってたら変わらないってことね。リバーシブル、今日見ましたよ。呼ばれたことはずっと覚えてる。覚えてるけど、あの、あ、ちょっとあれかなって感じですかね。じゃあちょっと結果の方を見てみたいと思います。締め切っても大丈夫ですかね。気になるけど押すとは違うのか。なるほど。通知でも釣られるのうちに入るのかな。気になるってどうなんだろう。よく見てるな、うちは。いや、見えちゃうんだよね、なんか、なんか見えちゃうんだよね。じゃあ結果を知りたいと思います。結構でも2もね飛んでるんだよね。2も見てる、2もね結構飛んでるんですよ。じゃあいきますね、いきます。3、2、1。押しまではならない、ポン。ああ、あ、でも半々だな、これ。すごいいい結果じゃない。え、めっちゃリアルこれ。 53.7% が釣られちゃうっていう方ですね。顔とか、その気になってなかったアイドルの子から顔や、お名前を覚えられたら1、そう、釣られちゃうってことがね多いかな。2の 46.3% が釣られないって方ですね。結構なんかリアルな数字だね。五分五分ですね。そうだね、半々でしたね。なるほど、半分は釣られるってことか。なるほどね、そうだったんですね。マジ回答です。そうだね、そっか、なるほど。釣られます、釣られます。もっと1が多いかと思った。私ももっと1多いのかなと思ったけど、結構もう決まってるっていうのがあるのかな。自分の中でオスはやっぱりこの子なんだよねみたいな感じなのかな。あー、なるほどね。俺はマリちゃんに一途なんで、ん？ん？ん？はい。半々は流れやすいということに。いや、そうですよね。なんかその今日みたいなさ、その公演とかいっぱい出るじゃないですか。そのユニット公演とかだったらさ、その出る子とかが決まってたりとかしてて、そのなんていうかな、その出るメンバーのことを推すって方がいらっしゃるんですけど、なんかこの全体のこう公演とかになると全メンバーが出るわけじゃないですか。そう、全メンバーが出る時にやっぱりね、あ、あの人この子好きだったんだっていうのとかやっぱ出てくるんですよね。そう、あ、この方、あ、好きだったんだみたいなっていう出てくるんですよね。基本は推し一人、あ、決めてるんだね、そうなんだね、なるほど、そう、あ、なるほどねとかって、なんか久しぶりにお会いできた方とかも推し演とかあったりして、あ、そっち行ったのねとかっていうこともね今日もあったりしてね、そうありますね。あ、サイリウムで、そうだね、推し祭で結構そうだね、あ、あ、おー、そっちの色フルとかそっちの色フルかいとかっていうのもね見えてましたね。いや、結構ね見えてますよ、めちゃめちゃ見えてます。うん、どの席いても見えてますね。そう、そのためのリバーシブルかな。見えますね、見えますね。そう、推しは一人、あとは好きな人ってことは、推しは一人だけど好きな人いっぱいってこと。そう
ね、そう結構見えますね、結構見えますね。好きになるかもしれないけど、オスのとはまた別。あ、そうなのね。そうなんだね。なるほど。そうなのか。好きとオス。あ。あ、一グループに一人まで。あ、そうなんだね。そういうことね。劇場で振ってると絶対バレてるの分かる。ですよね。いや、劇場ってやっぱりね、こういうその久しぶりに、ね、立たせていただいたんですけど、やっぱり距離が近いからね、めちゃめちゃ見えますよね。皆さんの表情もそうですしね、そう見えますよね。あ、そうなんだね。それは違うんだね。ラブとライクみたいな関係。あ、そういうこと、そういうことですか。実質楽しい、ありがとうね、ガチャピオね。うん、どうなんだろう。好き、推し、推し、推しと好き面と推しの差は大きいの本当。ちょっと待って、女性ファンは好きイコール推すイメージある。あ、そう、わかるかも。それは、うん、気持ちわかるかもしれない。うん、なるほどね。一チームに一人ならバレないんだろうね。あ、そうだね、各グループさんに一人だったら、そうですね、わからないかな。全員出演だと大変です。どうだよね、こち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 って色変えなきゃいけないですもんね。そうだよね。なるほど。各ユニットに一人はうちわを作ってます。あー、すごい大変だね。そっか、お好きと推しは違うのか。推しは特別な存在？推しと好きでは壊られない壁があるの？なんか逆に切ない。なんか切ない壁。恋人か友達ぐらい違う？そういうこと？ちょっと分かりやすい例をいただいたんですけど、面白いなとはなるけど、推しになるまでは時間かかる。あ、そうなんだね。カチカチ大変でした。お疲れ様ね。殿堂入りになってる？そっかそっかそっか。なるほどね。みんな素敵だからみんな推したい。いや、でもこう思っていただけるのはね、嬉しいですよね。うん。思いの本気度が違う。あー、なるほどね。あ、わかる？友達みたい、友達として好きみたいな感じ、恋人としてみたいな感じ。あ、なるほど、総選挙とかでってことか。あー、なるほどね。そっか、待って、嫁と恋人の差？ん？ちょっと待って、友達と恋人ぐらいのなんかその推しと好きっていうのは分かったんだけど、嫁と彼女？待って、難しいお話になっちゃった、難しいお話になっちゃった、おーってなっちゃった。はにゃーってなっちゃったね。そうね、みんなを推せるお金が欲しいです。いや、お金ね。でもそう思ってくださるのは嬉しいよね。嬉しいで、ありがとうございます。ちょっとダメな関係になっちゃうよね。わかる。だからちょっと危険な香りしたけど大丈夫かな。大丈夫かな。あ、リアルに言うと使うお金が違うか。なるほどね。あ、そっか、この子には。そっか、そういうことね。あ、皆さんありがとうございますね。分かりやすいあのお話をね。そっか、そういうことか。あ、お話し会の枚数とか。あー、なるほどね。あー、そういうことか。なるほど、ありがとうございます。あ、正論ですか。これがじゃあぴったりかな。推しはグッズじゃ、あ、推し、グッズは推しじゃないと買わない。なるほどね。そのおしゃべり会とか行ったりするけど、グッズとなるとやっぱり推し面だけのっていうことなんだね。好きと違いの差、好きの差も個人差ありそうですよね。確かにね、好きっていう方だったら、そのなんだろう、推しメンっていう方だったら、好きなメンバーっていう方だったら、好きなメンバーのグッズも買うし、推しメンのグッズも買うし、でも好きとその推しメンのこう結構はっきりと分かれてる方だったら、推しメンのグッズだけっていうこともあるんですね。なるほど。あ、明確なラインあるんですね。確かに推しが一番多い。あ、そうなんだね。すごいね。ちょっとまた。そういうことなんですね。なるほど。なんか深いクリスマスになったね。すごい、なんかすごく分かった気がします。すごく深い深い雪のように積もっていくクリスマスになりましたね。なるほどね。そういうことか。熱量の問題。あ、そうかね、そうかね。なるほどね。そういうことね。ポスター20枚くらい来た。ありがとうございます。あ、そう、ポスターもね、ゲットしてくださった方もありがとうございますね。個別のね、ありがとうございます。埋もれそうね。深いクリスマスになっちゃうね。あ、推しを、うちは作るの推しね。ありがとうね。でも DD はいろんなグッズ買うよ。多分 DD は好きっていうよりも全部推し面なんじゃない。そういうことだよね、そういうことだよね、そういうことか。なるほどね。
好きな子が推しで可愛い子が他のメンバー、あ、そういうことね。好きな子が推しで可愛いが可愛い子が他のメンバー、なるほどね、そういうことか。サイン入ってなかった、あ、サインね、そうね、ありがとうございますね、そう応募してくださった皆さんありがとうございますね、ありがとうございます。なるほどね、そっかそっかそっか。なれちゃんのサイン入りは外れたけどゆなこは当たりました。おお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 おこれはなんて返せばいいんだろうおめでとうございますゆなこも好きだったんですかここで知る事実、あ、ゆなこも好きでしたかおめでとうございますね。サイン当たって羨ましい。いや、ね、すごいですね。そう、あ、好きだったんですね。いろいろ知るクリスマスになったね。深い、うん、深いクリスマスになったな。ね、そっか。マリナちゃんのが、ああね、ありがとうございますね。マリナちゃんのが欲しいって思ってくださる皆さんもね、ありがとうございます。ありがとうございます。まずね、サイン入りよかったらね、生写真の方でよかったらお名前とサインがつくキャンペーンをやってますので、よかったらそちらをチェックしていただけたら嬉しいなって思います。ありがとうございますちょっと宣伝させていただきました。ありがとうございますね、ありがとうございます。西畑はマリナがっつり中心の人が多そう。本当に？でもどうだろう、あ、でも確かにめっちゃ分かれるかも。すごく私のことを一押しとしてね、マリナしかって言ってくださって、本当のマリナしかねちょっと言うとくね、本当のマリナしかっていう方がしかがいらっしゃるんですよ。マリナしかがいるんですよ、ちゃんと本物ね本物のマリナしかがいるんですけど、そう、なんかその方は本当に私一押しっていう方なんですよそうで、そう、たまにその私が一押しだけど、なんかこう他にも推しメンがいてっていう方ももちろんいるし、そう、まりちゃんが3番目とか4番目とか2番目っていう方もいるので、でもみんなの本当にその好きっていう、なんだろうな、なんかこうまた会いたいなって思っていただけたりとか、また公演見たいなって思っていただける感情に触れられることができたら私は幸せだなって思いますありがとうございますね。偽物なんて存在するんですか。なんか突然マリナシカって叫んでくる方はちょっと偽物かないきなり叫んでくる方はね、そうなので、そう、そういうパターンもいらっしゃるので、でも本当にどの形も私はとてもとても嬉しくて、そう、とっても嬉しいです。うんとてもとても嬉しいので、そうなので、これからももっと頑張りたいなって思うし、もっともっとその披露できる機会だったりとかもね、そうできたらいいなって思っております。うんマリナしか、うん、ここでね叫ぶ方大体ね、マリナ、うん、マリナしか、偽物しかかなって思いますねしかの重さが違い、そう、しかの重さの違いが違うかもしれないかもしれないね。うん、そう、タン推しとかサンタくらい信じてない。嘘、本当に？逆、でもタン推しの方はいらっしゃるんですよ、ちゃんといらっしゃるんですよ。うん、ありがとうございますね、本当にありがとうございます。マリナシカ T シャツ着れるかな、着てくださいね、そう、ぜひゲットしたら着てくださいね、ありがとうございますマリナシカマリナ、あ、ちょうど私自分がマリナシカだった。あれ、すごくない？マリナシカの話しててさ、まあ、自分がマリナシカだったわ今気づいたマリナシカだったね。マリナシカとかってこんな言ってたんだけど、マリナシカだったわ。うん、ハッシュタグマリナシカも作れそうだねやばい、無言の圧力、マリナシカねえ、びっくり、こういう形で本当に、ね、あ、トナカイか、あ、違うわシカじゃなかった、ごめん、みんなごめん、トナカイだった。シカだったら多分ここないのかな、あ、いや、ここあるか、あ、そっか、トナカイとシカの違いってなんだろう、ここの差違う、この角の差じゃなくて違うか、そっか、シカと思ったけどシカじゃないっけ、トナカイ、私が偽物だった、やばシカもある、シカと
あのトナカイの違い調べるね。トナカイの違いちょっと調べます。あ、え、何、日本鹿のことをあ指すんだ。え、ってことはトナカイは1種類のみでトナカイ族に分類される。あ、角の生え方に違いがあるらしいですよ。なるほどね。そう、なるほど。え、てこ、何が、でもよく分かってない、何が違うのかもあ、角の形が違うんだ。そうなんだね、角の形が違うんだ。トナカイは鹿の一種。あ、でも一緒か。あれ、鹿の、え、トナカイは鹿の一種ですって書いたことあるから一緒あ、ってことはじゃあまたマリナシカは使っていいってことだね。あ、よかったよかったよかった、一応一緒だねこれトナカイだけど一応部類は一緒だったみたい。あ、よかった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 。カリブーと言います。あ、そうなの、カリブーっていうの、かわいい、カリブーっていう響きね。同類と、そう、一緒だった一緒だった、ね、大きく部類に分けたら同じ仲間だったね。よかった、だいたい一緒に行くとね。ありがとうございます、ありがとうございます。はい、マリナシカですね、よかったごめんなさいね、皆さんのこと本当にこれはトナカイとか言われちゃって申し訳ないです。そう、ほぼほぼマリナシカだったね。うん、よかったです。そう、偽物じゃなかったよ、偽物じゃなかったね、よかったね。あ、そう、猫も、そう、猫もライオン的な感じですね、猫かね。そう、一緒ですね、大きく部類分けたら。そう、確かパンダもそうだっけ、パンダもそうだよね、猫かだっけ、あれ違うかな、怒られちゃうかなパンダも確か猫かだったような気がする。そうかな、似たもの同士でよかった、よかった、似たのもの同士で。はい、ということで、じゃあちょっと少しね、昨日の募集したやつをお話しできたらいいなと思います。ごめんなさい、なんかいつの間にかさ、この皆さんからいただいてお話ししようと思ったらさあ、クマか、え、クマか、パンダ猫かじゃないか、あれ、パンダ違う猫かだと思う猫かじゃないか、クマかごめんいや、すごい、そう、すごいトンチンカンなこと言っちゃった、ごめんなさい、ありがとうございますね、クマ猫って書くから猫かかと思っちゃった、ごめんなさいごめんなさい、猫みたいなもんだよね、すいませんね、ごめんなさい。あ、そうだよね、猫だと思ってた。あ、どう見てもクマか、ごめんなさいね、勝手なこと言っちゃったパンダは猫ですよ、猫かですよねって言って、ごめんなさい失礼しました。あんなでかい猫おらん、本当いないかな。でも可愛いですよね、パンダめっちゃ可愛い。ということで、じゃあちょっとめっちゃ話の段取りが悪いんですけど、はい、じゃあ、あの、昨日皆さんからいただいたお話をね、ちょっと全ては読めないかもしれないんですけど、あの、ちょっといろいろと皆さんのお話に、あの、突っ込んでいきたいと思います。ためになったね、ためになりました、ありがとうございますじゃあ行きますね。はい、彼と東武動物公園のイルミネーションを見に行ったこと、真冬の東武港もおすすめだよ、ハート。はい、リア充からいただきました。おすすめだそうです。皆さんもぜひよかったら行ってみてくださいねえ、でもいいですね、イルミネーションか。そっか、イルミネーションもね、いいですよね、見に行きたいとは思うんですけど、なかなかね、そう、どこがおすすめなんですかね、行ってみたいなと思うんですけど、うーん、ねーあれ、なんか目が、あ、目が霞んできた話広げる気ゼロごめんなさい。でも素敵ですよね、いいですね、いいですね、ね、寒いって言いながらね、うん、寄り添っててください読売ランドも綺麗ですか。あ、そうなんですね、あとどこあるかな、イルミネーションいいよね、いいですよねあ、そうだね、欅通り綺麗ですよね、欅通り綺麗ですよね。廊下ですか、ちょっとなんか来ちゃったみたい目が来ちゃったあ、お台場か、お台場も綺麗ですね。ちょっと老眼とか、老眼ではない、一日ちょっと老化したみたい、今日だけね、今日だけ老化そっか、次行きましょうか、次行きましょうかめっちゃ塩で草、ごめんなさいじゃあ続いて、初めての彼女との初デート。初めての彼女との初デート、いいですね、え、よくない、あの、多分
多分ね、あのきっとね過去のお話だと思うんですけど、過去のねお話だと思うんですけども、そう、いいですね、初めての彼女とのデートがってことすごくない？すごいね。でもそうなると一生忘れられなくなりそうじゃないですか。ね、ずっと一生思い出に残ってそうですよね。わー、初めての彼女と、そう、初デートね。そうだね、初が2回、いいですね。なんかお互いなんか素敵な思い出になりそうですね。ね、甘酸っぱいですね、甘酸っぱい。じゃあ続いていきますね。小学生の頃、父親が仕事終わりに Wii と BeFit をいきなり買って帰ってきてプレゼントされたこと。よくないですか、すごくない？ BeFit 欲しいんですよね、欲しかったんですよね。いいですね。めちゃめちゃいいな、ゲーム機ですね、いいな。私はサンタさんにPSP 頼んだら来なかったので。よくないですかね、すごいサプライズだよね、いいな、すごい喜んだんじゃないですかね、いいお父さんだよね、お父さんすごいよね。結構なんかこの時期とかだと Wii とかってさ、本当にこう手に入りづらかった時とかもあったじゃないですか。 Wii Fit もそうだし、そう、今で言うとなんかスイッチとかなんか前に入り手に入りづらかったりとかするから、すごいよね。ね、いいな。任天堂さんだったら大丈夫だった、あ、そうなのかな、任天堂さんだったら大丈夫だったのかな。そこは関係あったかな。ね、あ、そう、家族で見たらね楽しかったよね、絶対楽しいと思いますよね。ね、いいな、すごくね、いい、なんか羨ましいお話ですね。じゃあ続いていきますね。会社で怪我して病院のベッドの上でクリスマスを迎えたこと。大丈夫ですか。これも逆に忘れられないクリスマスになると思うんですけど、大丈夫なのかな、もう治ってると思うんですけども、大丈夫だったかな、会社で多分あれ力仕事だったのかな、なんだろうね、大丈夫かな、悲しいですよね、大丈夫かな、ね、きっとね多分治ってるとは思うんですけどもね、過去の話だと思うんですけどね。看護師さんがサンタさんだったりして、そこでの出会い？そこでの出会い？なるほど。たまにいらっしゃるんですよね。なんか看護師さんといい感じになったっていう方とか、そう、私に報告してくださる方がたまにいらっしゃるんですけど、そういうパターンはなかったかな？そういうパターンあったかな？ぜひ何か、ありましたら教えてくださいね。じゃあ続いて、最近はぼっちだから思い出はない。今年も仕事だしぼっちです。そんなことない、私がいます。私がいますよ、ね、そう、結構ねぼっちっていう方とかもいらっしゃったんですけど、そう、全然いっぱい配信見てくださったら嬉しいなって思います。本当はね、なんかこういう風になんか皆さん大勢の方にお会いできるね、なんか握手会、前の握手会みたいなさ、クリスマスにできたらよかったんですけどね、今ねどうしてもコロナの状況があって、そうできなかったりしたんですけどもね、みんなと会いたいですね、会いたいな。一人でローストビーフ食べました。いいよ、なんだって今日は食べていい。食べていい、クリぼっちって何ですか、なんだろうね、クリぼっちって。クリぼっちってなんだろうね。何かな。続いて、母親にサンタはいないよって言われた小4のクリスマス。言われるパターンってあるんだ。あ、でも昨日のコメントでもいたかな。ね、そうだよね、サンタはいないよ。悲しいね。まあでも小学校4年生の時ってなんだろうな、もうでも大体そこら辺だよね、大体、まあそうだよね、なんかその、まあ、なんかちょっとまあ大人で、ごめんね、大人しか多分見てないと思うんですけど、小学生の方は見てないと思うんですけども、まあ、ちょっと小さい声で言いますけど、いやそうだよね、多分サンタが分かる時って小4か小5ぐらいだと思うんですよ。そう、小4小5が多分そう知るラインだと思うなんだけど、確かにでもこのお母さんから言われちゃうパターンはあんまり、そうだよね、あんまり少ないケースだと思うんですよね。大体はなんか見つかったりとかして、
大体はその親と会っちゃってとかっていうパターンが多いと思うんですけど、このパターンはちょっと悲しいね。なんか信じてたかったものがさ、なんか言われて、そうなんですねっていうパターンだからねえ、そっか、ちょっと悲しいね。このパターンはちょっと悲しいよね。ちょっとね、パリーンみたいななんかガラスが割れる音しますよねちょっとごめん、なんか昭和チックな表現しちゃったね。ですよね。あ、うすうす感じ取っていたけど中3まで知らないふりして、ってことは、じゃあ中3まで来てたってこと、そういうこと、そういうこと、そういうことかな。すごいね。逆にでも知らないふりしてたっていうのもなんか可愛いですね。そっか、頼んだものとは別なものが届いて、それ私と同じパターンですね。そっか、中3まではすごいな。結構なかなかだよね。なかなかですよね。そっかそっか。でも優し、逆にでも知らないふりしてあげてたっていうのも優しさなのかな。うん。じゃあ続いていきますね。あ、クリスマスといえば一番最初のクリスマス公演を見に行って、マリちゃんの天使の尻尾を生で泣き笑いマークがついてるんですけども、なんでだよ、なんで、あの笑われてるんだろう泣き笑いマークがついてるんですけどそうですね、そうだね、天使の尻尾もやらせていただきましたね。懐かしいね、懐かしいよね。なんでだろうね。私はちょっと真面目にやってたつもりだったんだけど、あのちょっとミーズとモフはあれだったすごい、あの強烈だったんですけど、私はあの3人の中だったら普通だったんですよ待って、結構普通だったと思う。歌い方とかもなんかそんな頑張りすぎてなかったと思う。あったよね、なんかミーズとモフはもう強烈だったんですよだったけど、私はこの中では正当だったよねこの中では正統派だったよそう、声とかも全然もう作ってなくって、もうモフとかすごい声で頑張ってたんですよね。そう懐かしいですね。でも見ていただけて嬉しかったですね。そうなのよ。結構天使だったよね。天使だったと思います、あの3人の中で比べたらね。でもありがとうございます、覚えててくださるのすごく嬉しいです。ありがとうございます、嬉しいな。じゃあ続いて、あ、いきますね。嫁と付き合ってる時に東武動物公園に行ったことです。あ、これはさっきのね、東武動物公園のイルミネーションおすすめだよって言ってくださった方の旦那さんから来ましたふでいただきましたありがとうございます、ふで。でもいいですね、いいですよね、イルミネーション見に行って、まあ次は嫁として、いやー素敵、いや素敵です旦那さん、そういうことです、そういうことです。先ほどのイルミネーションおすすめだよって言ってくださった方と、そう、ね、嫁と付き合ってる頃に東武動物公園に行ったことですっていう方がね、いらっしゃって、わー素敵素敵素敵こういうパターンでしたね、素敵ですあと大人気なのかなって思ったよね。いや連携プレイですね、はいありがとうございますね、ありがとうございます。既婚者には優しいです、すいませんいやもう幸せにじゃあ続いていきますね。あ、3年前のクリスマスに誇りの丘クリスマス公演を劇場で見れたことです。そしてね、あの今日も見れたということで、すごいですねこれね、すごいよね。クリスマス公演を結構何度か入られてる方で、2回入られてる方で、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しいですね。そう嬉しいです、ありがとうございますね。誇りの丘公演までねやったのもね、懐かしいですね、ありがとう、羨まだわお強いですね、すごいよね、何度もって結構すごいですよね。確かにそうだね、今日は98件を使ってた方が多かったかな、ね、多かったよね。そうね、あの子は良かったよね。そう、わかります、埃の丘もね、またいつかねできたらいいですよね。ね、あ、クリスマス公演は2年連続でした。あ、すごい、外れたからなかな。またね、いつかね、お待ちしてますね。そう、お待ちしております。あ、ほんと3ヶ月以上公演入ってない、ほんと
じゃあ私がね、もしあの公演やるってなった時にね、来てくださったら嬉しいなって思います。あ、そう、祈りがやってた時かな、祈りと左腕の初日かな、なんかシャッフルした後の公演だった気がします。うん、だったと思います。あ、今日は妻との約束があり行けませんでした。あ、いいですどうぞどうぞ優先してくださいね。ありがとうございますね、優先してください。じゃあ続いていきますね。去年のクリスマスに娘が生まれました。あ、ってことは去年のクリスマスで今年で1歳ってこと。え、おめでとうございます。え、素敵じゃない。あ、マリナちゃんの生誕ですか、ありがとうございますね、ありがとうございます。え、すごい、そっか1歳なんですね。え、素敵、赤ちゃん記念日ですね。いいね、クリスマスの日にね、クリスマスプレゼントとお誕生日プレゼントとね、いいな、素敵素敵、おめでとうございます。そうだよね、今日が1歳の誕生日ってことだもんね。おめでとうございます、すくすくとね育ってくださいね。おめでとうございます。じゃあ続いて、続いていきますねクリスマスの思い出で、年に一度ケーキが食べれた食べれた、食べれられてた、食べれてた、食べれてた。え、かわいい。そうだよね、確かにケーキ食べる機会ってお誕生日かクリスマスかって感じでございますもんね。確かにお正月にケーキ食べる方はあんまりいないかな、おせちとかですよね。そうだよね、だからいいですね、いいな、ケーキが食べれるっていう、かわいいね。まさにそうだよね、年に一度ですもんね。そうだよね、確かにかわいいね、かわいいですね素敵素敵。じゃあ続いていきますね。あ、でもねやっぱりね、投稿をその昨日のそのお話しした後にもね、そう、サンタ衣装のマリちゃんと握手できたこととかツーショット撮れたこととか言ってくださる方もねすごくいて嬉しかったです。ありがとうございますね。小さな幸せもいいね。ね、素敵です本当に。いや、小さな幸せのいっぱいね溢れてると思うんですよね。うん、ね、そうだね、お正月はお雑煮ですね。確かに確かにそうですよね。じゃあどうしようかな。そっか、あ、もう11時なんですね。あっという間、すごい、1時間経ったの今すごい、あっという間に1時間、楽しいね。私やっぱ時間感覚がないんだよね。ね、あ、今日自分姉が正月生まれなのでケーキ食べました。あ、そうなんだ、その場合だとそっかそっか、ケーキが出てくるね。それがやっぱ一番だよね。いや、そうだと思いますよ。やっぱ美味しいご飯がさ食べれるっていうこともすごく幸せなことだしさ、最近思うんですよね、なんかそのお金を払って食べるご飯って外食とかってあるじゃないですか。そのなんだろう、いつでも美味しいご飯を作ってくださるお店ってすごいなって思うし、なんだろう、わかりますか、なんかこのお金の値段を払ったらこんなに美味しいもの食べれるんだっていうことをね、本当に新潟県でいろんなご飯屋さんに行って思うんですよね。わかる、なんかわかりますか、なんかこの価格でこの美味しいものがなんかその出て作ってくださるんだっていうことだったりとか、そうだからすごくね、そう思うんですよね。ね、そう、作ってくださる方がいらっしゃってくださるからこそっていうのもありますし、あとなんか自分が例えばいざさ作ろうと思ったら絶対作れないじゃん。そう、なんか絶対なんか作れないしね、きっとなんかすごいもういろんなさ物買ったらすごいなんかもう1万円で作りましたみたいな感じになるじゃないですかそう感じになるから、だからさ本当にそう自炊よりも安くて、いつもさすごくもう行けばいつも美味しいご飯を作ってくださるお店があってさ、だから本当にそれはすごいなって思うんですよね。うん、そう、自分では作れないし、でもこのなんだろう、お手頃価格で提供してくださるじゃないですか、 ご提供してくださるから、そう間違いなくそうお店の味が出てくるってすごいなって思ったんですよね。だからこう食べててそう気づいて、そうだから幸せだなって感じましたごめん、なんか私の話になっちゃったんですけど、いや本当に時間とかも作るのも大変だ、時間もねかかるし作るのも大変だと思うんですけど、そうお金払ってそう手頃な価格をねそう払ってさ、そうやってね美味しいご飯を出していただけるなんて幸せだなって思いますね。あ、そうだよね、そうだよね、お肉とかもねお魚もねいいお値段しますもんね。そう急なちょっと幸せな話になっちゃったんですけど、いやなんかねそう
例えばなんか嫌なこととかあったりとかした時とかもさ、なんかねそっちになんか引っ張られがちとかになっちゃうけどね、周り見渡せばねきっとたくさん幸せなことはあるんですよね。でも嫌なことに引っ張られちゃったりとかさ、その嫌なことでさその一日がねブルーな気持ちになったりとかする時もあるんですけど、そういう時こそなんかこう小さな幸せを思い出せたらいいなって思いますね何の話これはどうしてこの話になったんだなんで話になったんだということで、はい、ありがとうございます。全然ごめんなさい、募集させていただいたんですけど本当にあの目を通させていただいてるので本当にありがとうございますね。ありがとうございます本当に皆さんね。そう嬉しかったです、マリナさんだと握手会かなとかって言ってくださったりとか、買ってきたケーキを床に盛大にぶちまけたことを苦笑いっていう方もねいらっしゃったり、すごい苦笑いだよねこれはね。そうね、香港へ行ってそうお祭り騒ぎのクリスマスを友達と楽しんできたよっていう素敵な思い出だったり、本当にありがとうございます。ありがとうね、でも本当にね皆さん読んでますので。そうあとね、一番モテ期だった時は別々の女性と遊びまくりましたっていうこともいただいたりとかしてて、おーすごいなって思いながら読まさせていただきます。本当に皆さんたくさんのねエピソードありがとうございますね、ありがとうございますね、ありがとうございますね。ということですごいよね、いっぱいねいろいろ話してくれて、いや本当に皆さんのこう過去の話とか聞けるのすごくね楽しいんですよね。そうありがとうございますね。そうぜひよかったらこれからも聞かせてくださると嬉しいなって思います。はい、ありがとうございます。ということで時間が来たのでちょっとカラオケを歌おうかなと思っております。はい、いっぱい楽しい話が聞いた、本当ありがとうございますね、ありがとうございます。そうカラオケタイム、あごめんなさい遠くなっちゃった、これ刺してさ喋るとごめんね、遠くなっちゃうよね。イヤホン刺した、ごめん、イヤホン刺しました、イヤホン刺しました、ありがとうございますね。どうしようかな。あ、そう、しかもね、今日ね、今日写真いただいたんですよねそう、集合写真、こちらあります。そう、ねー一期生集合写真いただきました、安藤さんが撮ってくださった集合写真、落ちないか心配、いや、わかる、落ちないかな、ハセルシュ声が小さい、多分ね入ればあれかな。え、どうしよう、何歌おうかな、買いました、ありがとうございますね、ありがとうございます。そう私だけちょっとすごい赤いんですよね。どうしようかな、ちょっと待ってね、カラオケがどこにあるかわかんない、ちょっと待って、あれカラオケある、あ、あったカラオケあるって言っちゃった、ごめん、カラオケあった、カラオケね、そう、行きますね。今日はそうだよね、土曜日だもんね、そうだよね、土曜日だもんね、どうしようかな、あるかな、クリスマスソングってあるかな、あるかな、ちょっと探しますね、あ、ちょっと嫌な音しますね、あ、いや、ちょっと待って、あ、やっぱないのかな、クリスマスってやっぱクリスマスがいっぱいってないのかな、今ねクリスマスがいっぱいをね歌おうかなと思ったんですけど、クリスマスがいっぱいってさ聞いたことありますか、配信でやっぱないかな、クリスマスがいっぱいってないですか、あるかな、ないですよね、そうなんだよね、ピュンねクリスマスがいっぱいですよね、ないよね、そう、これ歌おうかなと思ったんだけどないんですよね、クリスマスソングってなんだろうな、でも冬の歌とか歌ったらいいかな、それかどうしようかな、ないかも、ないですかね、たじゃあちょっとこっちにしようかな、こっちにしようかなって思います。探しますね、難しいねこれ、私さあ言うよ、難しいよね、どこだ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 
どこだどこだどこだ どこだ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 。これを一番だけ歌おうかな。ちょっと待ってね。もっと先だった。もっと先。こっちかな。こっちかな。こっちかな。もしかして、あった。じゃあこれを一番だけ歌いたいと思います。真剣に、はい、ダウンロード中。めっちゃ目合う？めっちゃ目合う？超見てた。じゃあこれを歌いたいと思います。歌えるかな。ドラフト生が歌ってました。一番だけ歌います。降り始めた雪は風に運ばれて、ジグソーパズルみたいにガラス窓を埋める。レディオからジングルベルが何度流れただろう。君と僕はその度に何度キスしただろう。ドエルの夜は言葉はいらない、見つめ合うだけでいい。心をつなぎ一緒にいれば誰よりも愛しい。ありがとうございます。ブチありがとうございます。すごい、めっちゃクリスマス感出た。ありがとうございます。ちょっとごめんね、一番しかわからなかったんですけどもありがとうございます。じゃあこんな感じでちょっと分かる歌はあの2番まで歌っておきますね。歌っていきますね。こっちあるのかな。これとかあればいいんだけどな。あった、こっちはあった。ちょっと待って、あ、間違えた。違う歌をダウンロードしちゃったちょっと待って、ちょっと待ってね。違う、これじゃなかった違う歌が、どうやって言って、待った、ちょっと待って、あ、これあった、よし、あったあった、こっちはあった、はいあのね、とっておきクリスマスを歌いたいなと思ったら、とっておきの歌っていうやつを選んじゃってごめんなさいちょっととっておきは一緒だったけど、ありました。今日1期生で歌ったやつです。とっておきメリークリスマス、素敵なクリスマス、あ、すごい噛んだ、サイレンダー一番大事な夜、一緒にいたいよ、二人の夢が重なるイブに、駅の前一本のもみの木に粉雪が舞い降りてきた。電飾が灯り始めた頃、この場所に
愛が集まってくる聖なる夜の足音に僕は感謝する。とってもきメリークリスマス僕らのメイクリスマスホリナイキャンドル見つめながら永遠誓い合う未来をずっと一緒にいたいよ。恋人や友達や家族と大切な待ち合わせがいっぱい愛する人の笑顔を思い浮かべて ございます。ということでちょっといろいろと歌っていきたいと思いますね。どうしようかな、ちょっと歌えるかな、高いかな、すっごいさもうブリブリで歌うことになっちゃうかもしれないけど、ちょっとこれ歌おうかな。ということで、すごいクリスマスを感じました。よかったです。じゃあこの歌いたいと思います。どこだろう、次は。あなたにあげたいメロンジュース、ただ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 
走る電車連結のあたりで前の車両ずっとチラ見してた。釣りかわいつかまるあなたの右腕、昨日より日に焼けて太陽近づいた。だからメロンジュースちょっと大人ジュース、恋は汗をかくもの、夏はメロンジュース、それは夢のジュース、思い絞ってあなたにあげたいメロンジュース。こんなそばで憧れている女子がいるといつか気づいてよね。ガゴとハートは揺れてる。いくつ駅を過ぎたら何かが起こるかな。愛はメロンジュースだけど切ないジュース、目と目合えば満足。一人メロンジュース、たまに涙ジュース、私片思い中。青春 100% メロンジュース、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 大好きメロンジュース。通学路の出会い、愛しさが募る胸の奥の大切。ジュースにしよう。だからメロンジュースちょっと大人ジュース、恋は汗をかくもの、夏はメロンジュース、それは夢のジュース、思いすべて絞って。愛はメロンジュースだけど切ないジュース、目と目合えば満足。一人メロンジュース、たまに涙ジュース、私片思い中。あなたにあげたいメロンジュース、あなたにあげたいメロンジュース、あなたにあげたい、ダダ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 、メロンジュース、メロンジュース、メロンジュース、大好きメロンジュース。ありがとうございます。すごいね、これちょっと一人で歌うの大変な曲だったありがとうございます、ありがとうございます。でも楽しかった、すごくね楽しかったです。メロンジュースって時、メロンジュースってあげたメロンジュースして、かえりちゃんとメロンジュースしました。ありがとうございます。可愛いでしょ。ぜひね、よかったら気になる方いらっしゃったら、今日のまだ声見てないよって方はぜひめちゃめちゃ頭振って踊ってるので見てくださったら嬉しいなって思います。はい、じゃあ続いてどうしようかな。あと 何歌おうとしたんだっけ。メモしたんだよね、携帯がどっか行っちゃった。あった。続きまして、うわー、どうしよっかな。悩むな、何歌おうかな。久しぶりにこれ歌ってもいいですか。このタップ、ちょっと待って、間違って、あ、間違えた、字を間違えた。なるかな。あった、この歌歌いますね。くる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 、あ、来ました。この歌歌います。あら、間違えたの。ミクロ音楽で歌います。
フェンス乗り越え非常口抜けて教室までの最短コースさ。ふと隣を見たら遅刻常習犯、君と競い合ってた。螺旋階段登ってゆくとき、制服のスカート短すぎるよ。あと数秒後にはチャイムが鳴る。そんなこと気にしていられない。今は脇目も振らずに同じゴールまで走れ。この息遣い、脈の打ち方、僕はドキドキドキ恋の予感。吹き出す汗も乱れる髪も、二人の気持ちはシンクロときめき。どうにかセーフ席に座っても、先生の話は眠くなるよ。これさ、窓の向こう見たら2年 C 組で、君もまた授業後に飽きていた。ちょっと不思議なくらいに同じ行動をしてる。何が好きとか何が大事とか、きっとピンとピンとピンと一致するんだ。どんな漫画とかどんな音楽とか、二人のセンスはシンクロときめき。脈の打ち方、僕はドキドキドキ恋の予感。吹き出す汗も乱れる髪も、二人の気持ちはシンクロ中。惹かれてゆくのはシンクロときめき。可以。哒哒。ありがとうございます。ということで、あ、やばい、待って、27分だ。もう一個、なんか、どうしようかな。何歌おうかな。ありがとうございますね。ちょっと待ってね。続いて何がいいかな。新ときめくわ、ありがとうございますありがとうございます。何がいいかな。続いては何かあるかな。ちょっと待ってね。まだ入ってないんだもんね。あっちに見てもさ、そう、出てないんですよね。でも結構、そうだよね。クラクラ、昨日、でもクラクラが、いつだっけ本人の前で、ね、歌ったんですよね。そう。本人の前でね、歌ったんですよね下駄の花輪選手権、ちょっと地味に開催してたんですけど、気づいた方いらっしゃいますか。そう、生、あ、ニコ生さんでの配信で、そう本人の横で、そう、下駄の花輪ってずっとね、言ってたんですけど、そう、はるか、そう、はるかの村めっちゃいて、ちょっと私が全然ちょっとね、あれだったんで、薄れちゃったんですよね。
そう。で、どうしようかな。続いて何がいいかな。何があるかな。あ、おもろかった。本当？面白かった？多分ね、カール・カムラね、ちょっとね、みんないっぱいすぎてちょっとね、注目してもらえなかったんですよね、下駄の花の選手権。そう、みんなできるね。そう。街になる、確かにね、人工的にね。うわー、悩むな。でも NGT の歌もなんかあるといいよね。クリスマスっぽい、NGT のさ、クリスマスっぽい歌ってなんだろうね。なんだろうね。難しいよね。いつも思うんだけどさ、ね、ポンコツが入ってればさ、ポンコツ歌いたかったんですけど、なかったので、どうしようかな。NGT だと何かありますかね。あるかな。冬感、そうなんですよね。冬感、そう。自分が真似したら志村けんさんって言われた。本当に？本当に？冬の曲は多いんだけど、確かに冬の曲はね、多かった。そう、見どころがね、冬のところで撮影してるんだけど、そう、夏曲なんだよね。どうしよっかな。何かあるかな、NGT だと。じゃあ、この間歌ってないのにしようかな。じゃあ、歌ってない。じゃあ、ちょっと、久しぶりにこれにしようかな。これ、地味な好きな歌なんですよね。そう、クリスマス、ちょっと切ないクリスマスを過ごした方もいらっしゃると思う、これにしたいと思います。クリスマスに歌う曲じゃないかもしれないけど、切ないメッセージも多かったのでこの歌を歌いたいと思います。そんな顔で見るなよ、いけないこと言ったか、そうずっと思ってた気持ちだ。そうしよう。別に今じゃなくてもよかったのかもしれない、感情が高ぶってごめんね。君はついに外から会え、僕を哀れるように微笑んだ。一番恥ずかしい流れ踏まれたんだ。と友達でいましょう、嫌いじゃないのよなんて、何のフォローにもまるでなってなかった。そのままでいましょう、恋愛は無理なんだね。絶対に気まずくなりたくない、5分前のこと忘れよう。なんか悲しくなっちゃった。なんか違うクリスマスになっちゃった、ごめんなさい。どこがダメなのかって聞くだけ見れたらしいね、理屈ではないだよね、フィーリングか。またいつか告っても変わることないんだね、可能性も全然ないこの恋。僕は何も気にしてないように、すぐに直行って笑わせる。傷ついたのに平気なふり、きっと私よりいい人がいるわなんて、上から目線はやめてくれないか。優しくされてもなんか惨めになるだけ、付き合えないなら同じことだよ、5分過ぎた後泣きたいよ。悲しくなっちゃった、ごめん、なんか悲しいコメント欄になっちゃった。友達でいましょう、嫌いじゃないのよなんて、何のフォロー
ごめんなさい。いや、こんなつもりじゃなかったんだけどね。ちょっと、あの、悲しいメッセージも多かったので。こちらも。はい、入れさせていただきました。ありがとうございます。どうしよう。ちょっと待って。じゃあ、幸せな、なんだろうな、幸せな曲。幸せな曲。ちょっとしや、幸せな曲をチョイスするか。じゃあ、ド S ですか。いや、悲しい曲、悲しい曲じゃない、悲しいメッセージもあったのでごめん。じゃあちょうどね、じゃあクリスマスに合う曲にしようかな。温めますね。何がいいかな、ちょっと待ってね。うわー、悩むね。温めるやつか。どうしようかな。温めるやつ、温めるやつか、温めるやつね。何がいいんだろうな。温めるやつでしょ。温めるやつね、温めるやつね。あ、分かった。そうだね、クリスマスだもんね。そうだよね、クリスマスだもんね。そうだよね。ちょっと歌えるかわかんないっていう保険をめちゃくちゃかけながら、じゃあこれを歌おうかな。そうだよね、あったかい気持ち、そうだよね。いけちゃった。これがどっちだ、あれだよね、くる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 してる、あったかい気持ちになるようなやつを歌いたいと思います。これって低い方があれなのかな、低い方ね。どんなプレゼントよりあなたの両手に抱かれたかった。このことを胸におでこつけたままずっと粉雪が二人を包んで街の日灯り始めても離れたくないよこの場所から。
すごい、温まったかな。世界で一番素敵なクリスマスイブをありがとう。いつか今日を思い出すわ。メリークリスマス and I love you。どこかでささやく恋人たちの約束はきっと今日から始まるのね。メリークリスマス and I love you。 メリークリスマス and I love you。なんとか確かにクリスマスっていう気分になってきた。ありがとうございます。ということでありがとうございます。なんかすごいね、クリスマスっていう感じになってきましたね。どうしよっかな。あ、あ、そうなんですね、 STU さんも歌ってたんですね。無事に、あ、ごめん、折り返した。ごめん、友達でいましょうから傷えぐってさ、この歌で温めるっていう、なんていう、ごめんなさい、なんか、すごい、皆さんの心がぐってなってきて、確かにこの曲はクリスマスにぴったりですね。どうしよっかな、ね、じゃあ、あと一曲にしようかな。ごめん、ほって埋められて感じ、ごめん。思い出に浸れる懐かしい曲でした。本当よかったです。じゃあちょっとそうだね、 NCT で確かにちょっとクリスマスっぽいっていうさっき曲言った時にやっぱこれだったんですよね。これにしよっかな、これにしよっか、これにしますね。ごめん、一回振っちゃった。これにしますね。感情が込み上げてくる。呼吸をするたびに高鳴るんだ。人を愛したその時から生きることって素晴らしくなる。そうだ、誰かのため何かしたい。たのは愛の連鎖なんだろう。世界の人よ、共に歌おう。願いのすべてこの歌に込めて。手と手つなげば分かり合えるんだ。みんな一緒に幸せ。そばで誰かが見守ってる。一人じゃないよ、どんな時でも。もっと人のことを信じてみよう。そう、世の中そんなに捨てたもんじゃないんだ。世界の歌っているか、言葉なんかが違ったっていい。大きな声で歌い続けよう。きっと未来は一つになれるはず。
ない一緒に幸せになろう。ありがとうございます。わあ素敵。ありがとうございます。みんな一緒に幸せになろう。なんかすごい選曲しちゃった。友達で言いましょうからの何言ったっけ。友達で言いましょうかな。あなたとクリスマスイブからのみんなで幸せになろうって。幸せになりましたか？ね、確かに歌詞が染みますよね。ね、世界規模になっちゃった。やっぱ NGT だね。NGT いい曲ですよね。どうしようかな。ね、何ちょっとじゃあ続いてが最後の曲になるかな。最後の曲か、クリスマス。ね、クリスマスもう終わっちゃうね。何時あと今。46分だからそうだね。いい感じに温まった？本当？じゃあ、何が爆上げする？何が爆上げする？いや、ポンコツ入ってればね、一番歌いたいんですよ。ポンコツの、なんて言うんだろう。ポンコツ歌いたいマックスな気持ちなんですけど、ね、どうしようかな。あとラスト1曲。ね、爆上げソングって何？え、マックスかな。でもマックスかな、やっぱり爆上げソングは。ね、そう、まだ入ってないんですよ。そう、いや、すごい歌いたいんだよ。めちゃめちゃ歌いたい。ね、マックスかな。そうだよね、やっぱ私たちの国歌マックスだよね。ごめんね、マックスだよね、やっぱり。うん、じゃあみんなも歌ってね。よいしょ、待ってね、更新するね。いや本当にね、そうでしょ、マックスそうだよね、マックスそうだね、そうだね、雪降ってたもんね、そうだよね。何、うふふふどういうこと、うふふふってコメントありますですよね。よし、じゃあ国歌で締めたいと思います。うわー、終わっちゃう、クリスマス。いや、こう思うとさ、26歳のクリスマスが終わるってことですよね。30見えてきたな。いや、なんかさ、30見えてきた。ねえ、見えてきたよね。おやすみなさい。あ、またね。ね、あと13分だね。じゃ、歌いたいと思います。あ、気にすることじゃないですか？いや、本当に気持ちは JK なんですよ。いや、ずっと変わってない、中学生の頃から。じゃあ、皆さんも一緒に。最後のトンネルを抜ければ近づく美しいあの街、希望が住むと信じてきた。私は生まれ育った全てを知ってほしい。一番大事な人を連れて帰ること、出会ったあの夜約束した。思ったよりも優しくて風景が不意に滲んでくる。夢が叶うとその想いが溢れ出して、瞳から伝えたくなる。あなたと一緒に歩きたい俺も。わあ、クリスマスが終わっちゃう。季節の移ろいは成長してゆく心に似ている。いろんな花を咲かせながら
く。トイヤの空の下から見守ってくれた誰かの存在と支えになった。未来はいつも姿見せずに待っているよ。我吐き甘えないように、愛とは涙、人のために泣けることで幸せを噛みしめている。深い雪もやがて溶けて、大地は新しい芽を出す。苦しいことも悲しいことも喜びに変え、笑顔になれる。いつだって明日は来る。ダンダンダダダ、未来はいつも思う頼りも優しくて風景が不意に滲んでくる。夢が叶うとその想いが溢れ出して、瞳から伝えたくなる。あなたと一緒に歩きたい。ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。はーはいということで、皆さんありがとうございます。今日は遠くからの、カラオケからの配信をさせていただきました。ありがとうございます。クリスマス終わっちゃうね。ね、ありがとうございます。こうしてね、皆さんと、ちょっと待ってね、皆さんとね、こうして過ごせてすごく楽しかったです。ありがとうね、本当に。マリナしか勝たんよねあ、トの時はどうなるかと思ったごめんなさいね。いや、まあでもね、いろいろとね、あるよねいろいろとね、皆さんもね、送ってきてくださったメッセージ本当にありがとうございました。いろいろ本当ね、根掘り葉掘り聞きたいぐらいだったので、また毎年募集したいぐらいですねクリスマスの思い出ね、ね、そのクリスマスの思い出が更新できるといいなと思っております。ありがとうございます。ちょっとお時間が来てしまいましたので、お名前を呼びさせていただきたいと思います。ありがとうございます。いろいろあるよね、深いクリスマスでしたね。いろいろ話しました。ということで、今日も見ていただきありがとうございます。あーと思ったらスクショタイムです。ごめんなさい、最初にスクショタイムしますね。外そっか、これそうだ、スクショタイム、はい、スクショなんかすごい褒められる、なんでちょっと待って、なんで褒められてんだろう。なんか離れたら、あ、そっか、見えたからかな。こんな感じですね、トナカイ。こんな感じです、トナカイ。角が可愛い、本当ありがとうこっちになっちゃったそう、トチョンカ、トチョンカ合ってるポーズ、ありがとうございます。そろそろ群れ、あ、群れてはない、全然大丈夫。なんかね、あ、もこもこ素材なんですけど、ちょうどね、あの、保ってるかも、体温。取れましたか取れました、取れたかな
びっくりしちゃった。そう、褒められたからちょっとびっくりしちゃったわ。それでは名前を呼びさせていただきたいと思います。ありがとうございます。それでは13位が秋広クローバーワンタンさん、ありがとうございます。あ、今日ね、そうだ、昨日から変わったプロフィール写真にしてくれてありがとうございますね。もうちょっとで終わっちゃうわ。よかったら見てみてね、公式の、壁写じゃなくて、あ、そっか、壁写の写真がなんかね、壁写の写真っていうのかな、そうなってるので、よかったら雪だるまさんになって見てみてください。そして12位が浜地さん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして11位がダメ男さん、アットクリスマス公演ありがとうございました。こちらこそありがとうございますね、見に来てくださってありがとうございました。あ、しかも私のやつだ、上野動物園で撮った写真にありがとうね。そして10位がババちゃん、アットあなたのババ丸さん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして9位がソウルメイトさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして8位がタラチさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして7位が高志奈とクリスマスに聞けて最高、明日も楽しみ、あ、ありがとうね、ありがとうございます。サインの人ね、絵にもしてくれてありがとうございますね。絵にもありがとう、私のイラストにしてくれてありがとうございます。明日もね、そうグループおしゃべり会楽しみにしてますね。来てくださる方お待ちしてます。気をつけて来てね。6位がブルーオーシャンアットワンタン西ヶ岳さん、ありがとうございます。懐かしい顔の写真にしてくれてる、ありがとうございます、嬉しい。そして5位が音速の気候士アットワンタンクリスマスツリーさん、ありがとうございます。ありがとうございますね、ありがとうございます。そして4位がりょうすけラーメン真のマリナシカさんだけど、あの大塚ちゃんのな、大塚ななみちゃんのあの写真なんだわうん、私じゃないんだわ。じゃあ続いていきますね、ありがとうございますね。3位が宮野美希あとマリナシカ推しさん、ありがとうございます。ありがとうございますね、本物のシカがいました、ちゃんとありがとうございます、嬉しいです。そして2位がせつなあとワンタンさん、ありがとうございます。あ、去年2年前のクリスマスの写真だ、ありがとうございますね、嬉しいです、設定してくださって。そして1位がケイあと新潟さん、ありがとうございます。こちらもプロフィール写真だ、あの今公開になってるやつの、ありがとうございます。ということで、秋広さん、ハムジさん、ダメ男さん、バボちゃんさん、ソウルメイトさん、タダッチさん、タカシンさん、ブルーオーシャンさん、音速の貴公子さん、リョウスケさん、宮野ミッキーさん、せつなさん、ケイさん、ありがとうございます。今日も見ていただきありがとうございます。本当にたくさんのアイテムコメントで盛り上げてくださってありがとうございましたね。本当にすごく楽しかったです。なんかね、深い話もしたりとかして、なんだろうね、深いクリスマスでいいのかな、なんかでもなんかあったのかなって思われるかな。明日よろしくね、待ってますね、気をつけてきてね。いい時間でした、ありがとう。今日はありがとう、こちらこそありがとうね。なんか2時間だったけどあっという間でしたね、ありがとう。全然でもね、私長時間だと思ってない、あの私の中の2時間は20分ですねショールームだと本当にね、みんなとこうあのお話ししてるのが楽しいので、本当に2時間が20分ですね。うん、ありがとうございます。忘れられない日になった、本当ありがとう、ありがとうございます。あ、そうだ、香水だ、香水もちょっと匂いを届けられつけられたらいいなと思います。そう、最近ね買った香水あるんですよ、ちょっとつけていこうかな。そう短っ、くさくさ短っってコメントが同じのに並んで、あ、ということで終わっちゃいますね、ありがとうございます。それでは皆さん、今日も見ていただきありがとうございます。ハッシュタグマリナシカもいいかも、マリナがひらがなでシカが漢字でお願いします。皆さん、おやすみ、マリナありがとうございました。またね、ありがとう、ありがとうね。そう、60分は6時間、そう、ありがとう、またね、ありがとう、切れちゃうかな、またね、おやすみなさい、ゆっくり休んでね、ありがとうございました、おやすみな、素敵なクリスマスをありがとうございました。 DM 見てね、私もこれから DM 見ます、ありがとう、またね、いい夢を、あ、まだ大丈夫かな、まだ時間大丈夫かな、ありがとう、またね、ゆっくり休んでね、明日楽しみにしてます、ありがとう、バイバーイ。どうしようかな、次が明日配信しようかな、明日の22時16分にまた配信したいと思います。よかったら